どうも、はじま教授です。チースチース。その動画38本上げ、あのこアップロードしたんですよ。アップロードしたけど、そこでね、1本目の動画で普通にね、どうもーって言ってね、本名言っちゃってて、いや、一応本名はね、半公開してるけどね、それ聞かれたからって答えるわけじゃないけど、まあ半分公開してるようなもんだけど、それをそれで出すのはどうなのって思ったんで、全部消しました。内容はまあ面白くなかったんだよね。まあ消しました。まあ面白くなかったんで、まあね、新年の挨拶、そうっていうことね、なんだこれはっていうね。まあね、まあね明けましてとか俺言いたくないんですよ。明けましてということで締めますよということでね。いやー、まあまあ新年の目標としては、まあね、体重 20g 痩せるってことですかね。まずは 20g ですよ。痩せれるところから痩せるのは、そんな 1kg 刻みで痩せなくていい。 20g 痩せます。まあね、あと俺4月にね、あれなんですよ、あの高校の入学とかじゃなくて、単純にクロマニヨンズのライブがあるんですよ。クロマニヨンズって俺の大好きなバンドのライブがあるんですけど、まあそんなライブがあるんで、まあまあ普通にね、高校の、入学式とかばっくれますからね。全然俺はクロマニヨンズ聞きたいんでライブなんでね、全然ばっくれますもん。葬式でもばっくれるわ。はい、っていうことでね、最低なんでね、最低ですよ笑い事じゃないですけどね。まあまあ動画としてはね、まあ、すごい俺ね、なんかツイッターで回ってきたやつ、まあ回ってきたっていうか、普通に同級生のね、LINE をね、盗みしたんですよ。まあ、俺はね、知恵があるんで、同級生のがどういうツイッターしてるかって分かるんですよ。まあ、そのいいね欄に、今年2018年運気がいい人っていうのの、なぜか俺、6位なんですよね。4月5日なんで、まあ多分俺は、多分今年の年男と言いつつね、俺ね、あれですよ、まあ、特定されてもいいけど、俺何年だっけな、馬年だっけな、猿年だっけ、カニ年だっけ。まあ、一応カニ座ですっていうことは、カニ座って俺カニ食ったことねえよ。だってカニ座はカニは食っちゃダメだろうっていうことでね、カニカマならギリギリ食ったことあるけど、でもなんかそれもチャーハンの中に練り込まれてるタイプだし、カニカマうまくねえしな。そんな感じですよ。で、まあまあまあ、親が寝てるんで今、いろいろ面白いことはできないですけど、まあ、新年の挨拶っていう動画撮りたくないよっていう動画でした。まあ今日はその、あ、そうだ、トレジャークルーズ、今日は動画で12時回ったら20連引いて、ふざんなよって怒って、ブル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 っていう感じでね、まあ、あのトレジャーマップ、回っていこうと思います。ですが今5時で朝の寝れないです。俺はなんかね、親がね、明日初詣行くぞって、明日なんかいっていうね面白いですね。というかツイッター見たらみんな初詣めっちゃ早くない？青みたいに5時とかに行ってんじゃん。あ、まあね、まあ、めんどくさいことは先にやるタイプの人が多いんでしょうね。俺も行かなきゃな、初詣。いや、明日行くんだよ。あー、変なニキビできちゃってね、まあ、とにかくお腹すきましたね。まあ、自分らしいことしてって、まあ、なんかすごい俺は今年から運気が上がっていくね。多分今年、あと一応ね、なんか去年俺は1年4月までにチャンネル登録者1万人いかないと坊主にするって言ってたんですよ。今はまだ坊主にしたくないんですよ。なんでかって髪の毛すごい伸ばしたいんですよ。3メーターのモヒカンにしたいんですよ。モヒカン3メーターでこの国土無双ってシューンってやって YouTuber を倒すっていうのが夢なんですよね。もう他の YouTuber、まあね、あとね、俺あんまりね、結構チャンネル登録者数増やしたんで、なんか思想とか話したくないんですよ。俺がこういう YouTuber が好きだ、こういう YouTuber が嫌いだってあんま話したくなくて、って思ったけど、やっぱ話すわ。もう俺好きなことやる。で、最近チャンネル登録者ね、3人減った。まあ、生放送結構してんのにって思いましたけど、なんとなく、まあまあ解除されて、まあね、まあ目標はね、チャンネル登録者42人に戻すことですからね。まあチャンネル登録者、4月までに1万人行きたいですよね。はい。まあまあ、どうせ行ってますよ。
4月までには旬だ。多分100万人いってるわ。多分今年中に俺、来年に来る頃に400万人いってる。おい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 って。なあ、世の中バグってるよ、そんな。まあね、早くチャンネル登録者数が増えて、これ、お金欲しい。お金もらって全部トレジャクルズにつぎ込んで、ああ、使わなきゃよかったって言って後悔したいね。うん。何やそれってね。後悔したいのが願望っていうね。いや、恐ろしい人が出てきましたねって。なんかね。いや、お前が言うかと、自分で言うって。まあ、深夜のテンションじゃなく、普通に眠たい。これ、こうやって、こうやって伸ばすとニキビが伸びて痛い。じゃあ、ということで、くしゃみしなかったよ。まあ、とにかく 眠いな、寝たいけど寝れない。まあね、今日はオールかなとか、オールって何やねんって思いますけどね。ガキスがあんま見てなかったです。いや、クッキーが最近すごい人気出てたんで、そしてクッキーが出てったけどね。クッキーワールド全開だった。よかったよー。ドゥルルつっててドゥルルってことで。まあ、これからも俺はその、まあ、クオリティは低いけど個性強めで斬新なことやっていく。まあね、まあ、編集はねほぼしない。まず技術がないから。編集しないし、したくない。でも誰かに任せたくもない。誰かの編集はしたくないんだよ。あ、俺がいいなって思う編集の腕が欲しい。脳は俺で、腕はその違うやつみたいな。もうほんと一番やっちゃいけないタイプだよね。任せっきりならいいのにみたいな。もうなんで俺はね、そのいろんな YouTuber から編集技術を盗んで、金も盗んで、物も盗んで、YouTube 界の盗人でって、どんな信念だよ。どんな信念の抱負だよ。犯罪するぞって犯罪予告だぞ。ダメだよ。コルバルトになるぞ。僕の住所は〇〇ですみたいな感じで。むちゃくちゃやん、そんなんということで。まあ、なるべく、その迷惑になることしない。まあ、迷惑になることってのはまた別で、その自分がされて嫌なことしないようにしようと思います。やっぱそこが重要なんですよ。まあ、自分が好きなことのために人が迷惑かけるっていうのはまだまだわかんないけど、人間って生きてるだけで迷惑がかかるし。だからその、あからさまに迷惑をかけると分かっていてかけるのをやめようってことです。あ、かけちゃった。あ、かかるなんて思わなかったってことはしょうがないけど。まず、迷惑かけるってなんでって思いますよね。それってなんか面白くねえやつがすることなんですよ。迷惑かけて笑わせてって、禁断ボイスディスってますけど。そうでしょ、人に迷惑かけて、なんか大声ギャーって出して、あれの動画面白いとは思えない。それ以外に面白い動画あるけどさ。だからといって、それで嫌いじゃないけど、なんかいろいろまあまあありますわな。まあ、特に眠い。いや、そんなことよりさ、ロミオロマンツルフェンツタレネドゥビナサフォーオファリナスティーナサベベンダンセキノフェンの、あ、まあそんなことよりね、なんか長い動画作ってみたいんですよね、意外に。まあ、いや、その、話すことないんですけどね、もう寝るんで、俺は、みたいな。やる気ないな、動画撮っておいて、寝るんすよ、って、どんな YouTuber で。お前、YouTuber じゃないですけど、どんな投稿者で。まあね、ほんと、なんで俺動画投稿してるのかわかんないんですよね、ぶっちゃけ。わ かんないっす。使命通り越しましたね、もう。習慣です、動画は。とにかく。まあ、日記ですよね。成長日記。俺の、あ、なんかこの日から境に変なところにニキビできてるみたいな感じは、そんな感じ。だったらライトもっと当てろ。顔に影ができたんだよ。できたんだよって。できてんだよ。ほんと噛んじゃダメだよ。噛むとほんと面白くなくなるからね。ベースが面白くねえのに噛んだらどんだけつまんなくなるんだよって話じゃないですか。つまんないかけてつまんない。面白くじゃなくて超つまんないからね。まあね、ハンバーグ食いたいな。
いやー、うちは今ステーキあるんですけどね。つって今、ここヒュイ出たらステーキがある、まあ、肉がありますね。もう本当に、まあ本当、僕はね、僕やりたいように人気出たいんで、動画投稿とか生放送頻度って多分下がりました。逆に下がったと思います。はい。なんかよくわかんないですけど、本当に僕は、もっと去年より自分らしくやりたいと思う。毎日投稿なんてわかんない。したくなったらするけど、まあ2日は持たない。持って1日って、それ1日毎日投稿ってなんだよ。意味わかんない。怖えよ。1日投稿して毎日投稿、1日毎日投稿してよって。それは動画を投稿したって言うんだよって言われそうだけど、まあ、とにかく、なんか、ああ、出さなきゃって思ったら俺動画出しません。あ、動画出さなきゃ、あ、思っちゃった。あ、今日動画出さないって感じになるんで、まあ、ほぼ動画出さないかな。嘘嘘嘘。まあ、去年は1000本行きましたけど、多分今年なんか1100本くらいで終わるかな。めっちゃあげねえ。まあね。まあ、12ヶ月あって、まあ、100本は出したいな。100本は出したい。そんなね、去年動画出しすぎた、なんだよ、1000本って。1年で動画1000本出しやがったぞ、こいつって。意味わかんないですよね。まあ、生放送とかもうあんまね、人が来ないんでやんないです。もっと俺は人気にならないと生放送しないです。っていう、ほんと天狗でしょ？いや、違うんですよ。コメントがね、面白くないじゃなくて、流れが遅いんですよ。ディスってますけど、あ、いや、いや、それはごめん、嘘だ。ごめんなさい、嘘つきました。いや、単純に、やる気ない。いや、だから、やる、あとみんな、さあ、俺もなんか、いい子ぶんのやめていい？いい子ぶんのやめていいですか？動画にするわ。